クライマックスシリーズへ向けチームは再始動。選手スタッフはプレイタイガースベースボール、タイガースの野球をしようと書かれた T シャツを着てチーム一丸です。青柳は今シーズンジャイアンツ戦3試合で2勝、そしてジャイアンツ戦16イニング無失点の高橋、2桁勝利の伊藤将司、9勝のガンケル、2年連続2桁勝利の秋山、誰が先発マウンドに立つんでしょうか。クライマックスシリーズです。中野の軽快な守備、マルテの華麗なグラブさばきもこの後見たいものです。野手陣はフリーバッティングなどで調整、キャプテン大山はリーグ戦の悔しさをポストシーズンにぶつけてくれるはず。佐藤輝明もポストシーズンでもう一本、いや何本でもホームランを打ってほしい。怪我の状態が気になる近本はこの後移りますが、別メニュー調整。しかしティーバッティングに姿を見せるなど元気な表情が見られました。勝負はこれからです。